快適な体に作り変えるチェブラブートキャンプ3日目二の腕。はい、今回は二の腕を鍛えていく動きを行っていきます。まずはストレッチをしていきましょう。手を組んでいただいてグググググっと腕の付け根からストレッチを行っていきます。さあ今度は両方の手を上に上げて、でそして後頭部で二の腕を軽く押すようにしてください。はい、両方の手を上に伸ばして、でそして肘から先をですね動かしていきます。頭の上にある太鼓を叩くようなつもりで動かしていってください。どん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 と早く動かしていきます。そうするとこの二の腕の部分ですねの筋肉をしっかり使っているというのが感じられると思います。結構きついのではないでしょうか。しっかり動かしていきます。はい、 OK です。それでは次のエクササイズを行っていきます。次のエクササイズは両方の手を横に伸ばしていただいて、腕の付け根からひねっていきます。右と左反対側にひねって、両方の手のひらが上を向くようにしていきましょう。しっかりとひねっていきます。肩は上がらないように肩は引き下げておきましょう。今度は腕を伸ばしたまま円を描いていきます。肩関節から円を描くようにして回していきます。これもかなり二の腕の筋肉使いますよね。きついという感じがするかと思います。あと少し頑張っていきましょう。さあ次の動きに行きます。次の動きはですね、膝立ちになっていただいて、でそしてこの、肘をですね後ろに引いた状態で動かしていきます。手はパーのままこう水をかくようなつもりで後ろに動かしていくんですね。見た目すごい地味なんですけれども、どうです、やっていくときついっていう感じがすると思います。頑張っていきましょう。あと少しですよ、頑張っていきましょう。できればですね肘しっかりと伸ばしていきます。あと少し、かなり腕の筋肉使ったと思います。はい、お疲れ様でした。そしたらストレッチをしていきましょう。先ほどと同じようにですね、腕の付け根からグググググと伸ばしていきます。こう二の腕のトレーニング、こう見た目結構地味なんですけど、だけど実際やってみると、うわかなり効いてるっていうのが実感できますよね。二の腕の筋肉しっかり使っていくことで、見た目を美しくするっていうだけではないんです。肩こりの予防や解消効果があったりもするので、このトレーニングとってもおすすめなんです。ぐーっと伸ばしていってください。お疲れ様でした。お水ある方はですね水分補給をされてください。運動をしているときまめにですね水分を取るようにしてください。お疲れ様でした。さあ
今日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチェブラチャンネルでは更年期を健康に快適に過ごしていけるようなヒントやアイデアを発信しています。症状別の対策ケアや、また自宅や出先でもできるようなエクササイズ方法などなど役立つ情報を発信しています。何歳になっても快適な体で自分の人生を楽しみたいという方はぜひチェブラチャンネル登録をお願いします。またグッドボタンを押していただけると更新の励みになりますのでお願いします。こちらでもいろんな情報を発信しています。 Twitter、Facebook、Instagram やブログなどぜひフォローをお願いします。詳しくは概要欄に URL を貼っておきます。また初の著書チェブラ体操が出ました。体の変化や対策ケアが分かりやすく書いてありますので、よろしかったらお読みください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。